これは非常に古い日立の1馬力のモーターです。非常に古いのでこの図体は非常にでかいんですけども、1馬力ということでこのモーターに、ここに幅広の、砥石を取り付けるためのアダプターを作ろう真鍮で作ろうとしています。でこの軸径はですね測りますとこれ昔の規格かなんか22ミリぐらいですね。この軸径ですから真鍮の棒に22ミリの穴を開けて、このシャフトに差し込んでその反対側にネジを切って砥石を固定できるようにしたいと思います。ここに22ミリのですねドリルをつけてます。これ8分の7インチです。インチサイズでだいたい 22.1 ミリぐらいになりますので、これで穴開けて先ほどのモーターに取り付ける穴を開け終わりました。それで今度はチャックをつかみ直して反対側にネジを切っていきます。チャックでつかみ直して削り始めてます。これはガウジを使ってますね。ボールガウジを使ってます。下に真鍮の切りくずが落ちるので紙を敷いて切りくずを回収してます。丸く芯が出てきたのでコンスタントにスーッと切れるようになってきました。最初ちょっとバウンドデコボコなんでバウンドしたんですけど、それでこれで砥石の内径の 15.8 ミリ近く実際は17ミリぐらいまで細くしてそれからモーターに取り付けてモーターの上で芯を出しながら15.8 ミリまで仕上げていくという形になります。これでまず17ミリぐらいまでの太さにここを細くします。6ミリぐらいになりましたのでもうちょっとだけ削ります。だいたい17ミリになりました。それで砥石の幅が40ミリですので、この辺りまでネジを切ります。このネジを切るところが 15.8 ミリのネジですので今17ミリですので 15.8 ミリぐらいまで細くします。
これでダイスをセットしました。それで垂直になるようにこちらで信用しないで押してます。それでネジをこういうふうに切っていきます。ネジを切りましたのでこういうふうにナットが取り付けることができるようになりました。この間に砥石をつけますけども、モーターの軸で回してもう仕上げます。で芯を出すということをします。モーターにこの先ほど旋盤の上で引いた真鍮のアダプターを取り付けました。押しネジでこう固定してます。それでこの状態でモーターの軸で芯が出るように この部分を削ります。これでこのモーターに取り付けた状態で芯が出ましたね。これでちょっとサンドペーパーをかけます。砥石を取り付けてみました。ちょっと砥石をドレッシングする必要はありますけども、一応軸の芯は出ましたので、これでドレッシングをすれば使えるようになります。これが完成しましたグラインダーです。こういう刃物を研ぐシャープニング用の ジグですね。これも取り付けました。それでインバーターで3層モーターですので、インバーターでコントロールしてますけど、スイッチを入れると、こういうふうに60Hz で、このモーターの場合 1700rpm ですので、今 1700rpm で回ってます。でスイッチを切ります。こんな感じに止まりますが、直流制度をかければもっと早く止まるんですけども、この砥石が重いので直流制度をかけるとここのネジが外れてですね、砥石が外れてしまいますので、直流制度はかけていません。普通の、インバーターで止まる、これは減速時間は5.5秒ぐらいにしてますね。5.5 秒ぐらいで止まるんで、これぐらいのブレーキのかけ方だと、砥石が外れることはないということです。それからこれ今こちらで正転ですけど、インバーターですので当然逆転させることもできますね。このスイッチを入れると反対に回ります。インバーター使った砥石がいいのはこの正転逆転を自由に選べることですね。こちら側にバフを一応つけました。ホーニングだとかいろんな用途で使えますので、バフホイールも同軸状に取り付けてます。